こんにちは、こんばんは、おはようございます。すみませんね、更新が2週間ほど空いてしまったんですが、私ごとコロナにかかってまして、お医者さんが言うにはですね、最近のは軽く、症状が軽いということでしたので、3、4日ぐらいで治ると聞いていたんですが、まあ、なかなかこじらせましてですね、僕がこじらせてるのは中二病だけかと思ってたんですが、こいつも結構しぶとかったですね。はい、まあちょっと僕の話を置いときまして、今回もですね、雑談シリーズということで、ヒップホップの話題や日本語ラップについて語っていこうと思いますね。2週連続になっちゃったんですけども、雑談会が。前回の雑談会では、ワイザーさんのね、ガイダンス、ナメダルマやジャパニーズ・マゲニーズ・ディス・ソングのフルバージョンが出たところの話をしまして、そこからだいたい2週間ぐらい経った感じなんですが、まあビーフのね進展とかは特にないんですけども、バッドホップがまた新しいね動きを見せたというか、その辺の話からしていきましょうか。というわけで最初の話題は、バッドホップのニューアルバム、ラストアルバムですね、発売されましたね。タイトルがバッドホップ、ラストアルバムバッドホップという形で、2024年2月9日にリリースされましたね。曲数がね、思ったより少なかったですけどね、十何曲のフルアルバム仕様みたいな感じのイメージしてたんですが、8曲編成で、今ね、バッドホップの公式のチャンネルでも、その、このラストアルバムの楽曲が、PV がね、次々上がってますが、個人的にはね、8曲編成、まあ別にバッドホップのこのアルバムに限らずですね、結構 EP とかミニアルバムの方が、個人的には聴きやすいと思ってるんで、このね、ぐっと濃縮されたラストアルバムも、なかなか、面白い作りというかね、ラストアルバムって聞いてたから、十何曲とかのね、でっかいアルバムになるのかなっていうのを予想してましたが、はい。まあ、これ意外でしたね。うん。このチャンネルの視聴者の方々は、視聴者層的にはあんまりね、バッドホップの曲に興味ない人多いと思うんですよ。前回の雑談会でも言いましたが、このチャンネル見てくださってる、いつも見てくださってる方は、ブームバップ好きの方が、まあ、かなり多いようなイメージがありますんで、そんなにこのラストアルバムもね、注目してる方が、一般のね、世間の加熱度というか、興味度合いからしたら低いのかもしれませんけども、せっかくバッドホップの、公式チャンネルでもね、無料で聞けますので、ご興味のある方はぜひとも覗いてみてはいかがでしょうか。で、アルバムの感想としましては、まあ、僕的にはね、そのラップの好みとかはさ、人それぞれなんでね、あれなんですけど、これまた言うとな、バッドホップファン怖えけど、あのさ、ワイザーさんの歌い方あるじゃないですか。まあ曲によって違うんですけども、あの巻き舌の、ちょっとなんすの、しゃくれて歌う感じのフローあるでしょ。あの声っていうか。あれさ、個人的にはさ、だからこの前のガイダンスみたいな感じで自然にワイザーさんの声で歌ってる方が俺は好きなんですよね。変にひねんないで歌ってる方が僕は好きだから、僕の好みですよこれ。ちょっと繰り返しますけど、僕の好みですからね。なんだけど、でもそう思いません？ちょっとバッドホップファンの方にもね、これちょっと意見聞いてみたいな。あ、ちょっとワイザーさんの声とかね、歌い方に関しまして、ちょっとガチ勢の方にもちょっとね、もしあれだったらコメント欄書いていただきたいんですけど。でね、あと今回のアルバムはね、 TG ジョジョさんが結構主役級の存在感をね、放ってる感じしますよね。自分ね、バッドホップの中だとバークさんが一番好きなんですけど、んー、まあでも、まあハイトーンのね、あの感じは相当耳に残るというか、もともとね、ハイトーンラッパーも自分好きなんで、 TG ジョジョさんに限らずね、好きなんですけど、今回のアルバムはね、めちゃくちゃかっこよかった印象ですね。うん。ぜひともね、その、先ほども言った通り、そんなにね、バッドホップの曲チェックしないっていう方も、このチャンネルの視聴者多いかと思うんですけども、TG ジョジョさんのね、楽曲、そのバースだけでもね、もしご興味ありましたらね、チェックしていただきたいですね。というわけでですね、このアルバムに関しましてもそうですし、ラストのね、東京ドームに向けまして、ラストスパートというね、感じになってきましたが、その東京ドームライブまでのプロモーションの一個としまして、いろいろね、今、1000万円生活の配信ですとか、まあ、この、アルバムの制作、そしてこのもう一個ね、 M ステ、そう、ミュージックステーション出演しましたね。やっぱりね、このバッドホップ、まあこの不良出身のね、ストリートラップチームみたいなのがやっぱり M ステに出ると、ちょっとね、こう異物感があってね、それちょっと面白いですよね。やっぱり別にジブラさんとか、例えば A-WITCH さんとかが M ステ出ても、その異物感はそんなないじゃないですか。もちろんね、この2人、まあ呂布カルマさんとかでもいいんですけども、皆さん別にラップ界でもレジェンドですが、道にお茶の間に出ててもそんなにこう違和感がないんですけど、やっぱりバッドホップが出るとね、おおみたいな感じありますよね。一つ思い出すのはモンスタービジョン。俺あれ結構黒歴史だと思ってるんですけど、別にモンスタービジョン自体は好きですよ。あの曲自体は別に僕好きですけども、
あのタモリさんとジブラさんが話してる時のね、横にカンさんとかハンニャさんとかさ、ティーパブローさんとかいてさ、あのすげえ変な空気になってたじゃないですかあれ、うん、まあそこまでのね、あの地獄みたいな空気にはなってなかったですけど、うん、でもやっぱでもすごいっすよね、バッドホップで本当にヒップホップドリームを本当にストリートから掴んだっていう感じでね、M ステ出て東京ドームも満席にして解散までね、こう全てワイザーさんの計画通りに進んでいる、まあ、全て計画通りか分かりませんが、本当にねこのプロモーション力というのもすごいなと思いますが、まあ、今この計画通りっていう意味でいくと、このビーフあるじゃないですか、ここ数ヶ月にわたるナメダルマや、まあ、ジャパンマゲの人たちとのね、いろいろありましたけども、で果たしてね、このビーフがあったのとなかったので東京ドームチケット売り上げは変わったのかっていう、ちょっとねこの子について少し話そうと思うんですけども、でもちろんこれワイザーさんからしたら、このね作詞のワイザーさんからしても、このビーフっていうのは織り込み済みなはずないですから、あの予想だにしてない、このしかも東京ドーム解散ライブ前のビーフですからね、これワイザーさんにとっては向かい風のはずだったんですが、実際この結果論だけ見たら、まあ、まだ東京ドームライブ終わってませんから、これが成功か失敗かどうかはね分かりませんけど、まあ、実際チケットもソールドアウトしていて、まあ、このままねライブは完璧にあのバッドホップの人たちはこなすと予想しまして、まあ、東京ドームも成功と半分言えるわけじゃないですかね。でこのビーフが結果追い風になった部分っていうのは自分はめちゃめちゃあると考えてまして、完全にこれはもうなんかね、天が味方している状態というか、だってさ、ナメダルマもジャパマゲも本気でバッドホップ詐欺に来てましたよね。当たり前ですけど、ナメダルマの人たちがこれでバッドホップの解散ライブにより勢いをつけてやるぜとか思ってバッドホップイズゼットを出したはずないですから、当初のワイザーさんからしたら本当解散前の忙しい時にお前本当邪魔してくれてんなっていう状態、もう完全にマイナスの状態だったんですけども、これも全部プラスに転換してしまうっていうね、まあ今ねこう天が味方してると言いましたけど、ワイザーさんの立ち回りありきのね結果ですから、別に運だけでねこうなったわけではないですが、結局こういろいろ時が経って見てみると、このバッドホップ解散までのストーリーの中にこのビーフが組み込まれている感じがねめちゃめちゃあるじゃないですか。全然解散とは関係ない出来事だったのに、なんかねそこもストーリーの一個みたいな感じになってて、この日本のねヒップホップ史上最大規模の注目度と言えるこのビーフもさばいていったこのワイザーさんの器量っていうのは、まあ、さすがというかね、今回実際あのワイザーさんこのビーフでプロップスもめちゃめちゃ上がりましたから、結局全部ねかっさらっていきましたよねこの人が。だからかなりだって危ういですよ。だって半年前胸ぐら掴んでライブ飛ばして、そっから M ステ出演してんすから、半年後に。あのね皆さんヒップホップ特にね業界を長くチェックしてる方って多分感覚麻痺ってると思うんですけども、別に胸ぐら掴んだぐらいじゃんみたいな感じの感じになってると思うんですけど、普通にあのアーティストのね他のアーティストの胸ぐらを掴んで乱闘みたいになってライブを飛ばしてるって、結構アーティストからしたらやばいことなんですよこれ。本当にヒップホップにいると麻痺るけど、この辺はその人が普通にその半年後に M ステに出て東京ドーム満席にしてるんですから、これはね結構パワープレイだし、この辺をやっぱ実現させるところがやっぱカリスマですよね本当に。だからこれをねリアルタイムでこう体感してる今のね皆さんはこれ結構幸運なことだと思いますので、多分ね10年後20年後とかね、まあおじさんになった時にね若い人に多分これ語りますよ。いやあれはリアルタイムで見てたけどみたいな感じで皆さんどうせ語るんですから、この瞬間にねこう立ち会えていることがねすごく幸運なことだと思いますので、一緒にねこれからもねこのヒップホップねチェックしていきたいですよね。はい。でお次の話題なんですが、あそうだそう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 、この話をね皆さんにしたかったんですよ。体調崩す前のことなんですけど、すげえねムカつくことあって、これ絶対 YouTube で言おうと思っててね温めといたんですけど、そのコロナになる前ぐらいに飛行機にね乗ってたんですよ。でそこにね隣の方が話しかけてきたんですよ僕に。でまあ国内線 1,2 時間ぐらい暇ですから、その話しかけて くださるのはね嬉しいですし、僕そんな話すの嫌いじゃないんで。男の人だったんですけど、僕よりちょっと年上ぐらいの方かな、多分40過ぎぐらいのね人だと思うんですけど、で話してたらさ、こいつだんだんうぜえなってなってきて、なんて言うんですかね、わかんないって言わない、言いたくない、なんかプライド高い人っているじゃん、そのマウント取りたがりの人っていうのかな。でね、何でムカついたかって言ったら、当然ねこのチャンネルで話すようなことなんでヒップホップのことなんですけど、その音楽の話になったんですよ。
で、大体まあ僕、まあ、僕もねめちゃくちゃそんな詳しいとは思わないですけど、世間一般からしたらまあ僕は多分ヒップホップオタクの部類には入ると思うんですよ。でまあ皆さんも何かオタクのものとかさ、まあ、詳しいこととかあると思うんですけども、大体そういうジャンルのものって話してたら、この話してる相手がそれについて詳しいかどうかっていう、その出す話題だったりワードとかでまあ大体わかるじゃないですか。だからその音楽の話をしててもすげえ無理してなんか俺からマウントを取ろうとしてる感じがもうありありに伝わってくんですよ。なんかパブリックエネミーっていうのがいるんですけどね、アメリカにね。そういうちょっとこうさ、オールドスクールの名前をね無理して出してる感じとかもすげえめんどくさくて、うわこいつちょっと話してて面白くねえなって思いながらも、まあお話をさせていただいてたんですけど、日本のねヒップホップの話になったんですよ。でこういう人のさ典型なんだけどさ、だいたいこういう人ってさ、ヌジャベスさんとかさ、シンゴツーさんを出してくるんだよ、名前に。これさ、やめてもらっていいかな、マジで。まずだいたいそういう人っていうのはヌジャベスさんも聞いてねえし、シンゴツーさんとかもさ、ちょっとぐらいしか聞いてないわけじゃんよ。でさ、その上でさ、あ、ちょっとこっからヒートアップしていきますよ、僕。ちょっとそこだけこっか、ちょっとネガティブなね、バイブスをちょっとあんまり避けたい方はもうここで切ってくださいね。ちょっと今思い出したムカついてきたから、もうこのまま話しますけど、もう僕ね、ヘッズ長いですから、もう何度もあるんですよ、このパターン。なんか、ちょっとなんかイケスカねさ、音楽マニアみたいなやつがヌジャベスさんの名前を出してきて、なんかね、ちょっと生きてるみたいなやつすげえ多いからさ、ちなみにもちろんヌジャベスさんのファンの方とか、ヌジャベスさんとか、まあ、シンゴ2さんとかね、そういう人をディスってるわけじゃないですし、そのファンの方をディスってるわけじゃないですからね。なんですけど、だいたいこういうフェイクの人たちがね言うのは、ああまあ日本のヒップホップだったらまあヌジャベスが一番かなみたいなさ、やめてもらっていいですかね、そういうのマジでめんどくせえから。そうやってね、好きでもないくせになんか火の打ちどころのないさ、アーティストの名前を言ってくるっていうのはさ、そのヌジャベスさんたちのファンにも失礼ですし、だいたいそういう人って今のヒップホップ聞いたいわけでしょ。まあ、何も聞いてないと思うんだけどね、ナメダルマ聞いてんのかよとかさ、ねニトロマイクロファンアンダーグラウンドも知ってんのかっていう話になってきますから、まあ、特にもう日本語のヒップホップに関してはもう僕からマウント取りたいんだったら、そのねヌジャベスとかさ、チンゴ2とか言う前にまずスチャダラパートドラゴンアッシュから聞き直してこいと。そもそもそのヌジャベスさんのこともなんかヌジャベースとか言ってたしさ、そう、誰なんだそれマジで。もう違うアーティストのこと言ってんのかな、俺が間違ってるだけかもしんないけど、ヌジャベースが俺の知らねえヌジャベースがいるのかもしんないけど、まあ、とにかくちょっとくどいですけど、別に詳しくなかったりとかさ、ヌジャベスさんの好きな人とかね、そういう人をディスってないですから。むしろ僕はこのチャンネルは詳しく、これからヒップホップを聞きたい方とか、ヒップホップを最近ね知ったっていう方に寄り添うためのチャンネルですので、全然ねその知らない、僕も全然知らないこといっぱいありますし、僕より詳しい人いっぱいいますけども、そうじゃなくてさ、そのそういうねダサいヘッズにはなんないでくださいよ。皆さん、このチャンネルを見てくださってる方々ぐらいはさ、ねえ、もうダセえから、そういうの本当に。あげくの果てにこの方さ、俺タイに長く住んでて、まあ、ムエタイ選手も長くやってたんで、なんかこいつ格闘技とかに関しても、なんか俺からマウント取ろうとしてきたから、やべえ、こいつ俺羽田に着くまでにこいつ切り裂くかもしれねえと思って、もう肘で15針ぐらい行ってやろうかと思いましたけど、いや、それは冗談ですよ。それは思ってないですけど、マジでアナーキーの出来損ないみたいな顔してさ、アナーキーに似てますねって言ったら、アナーキー知らねえの。あ、ダメだ、ちょっとこれ怒りが止まんねえから、ちょっとこのぐらいにしときますね。あ、でもね、ちょっと吐いたらすっきりしました。うん。てなわけでですね、すいません、最後の方は、俺がただ愚痴を言うだけのようになっちゃったんですけど、また、引き続き、アーティスト紹介といろいろやっていきますので、ご興味のある方は、次回の配信もぜひともお楽しみにしてください。体調良くなってきましたので、また更新再開しますので、はい、よろしくお願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。